おい、徳島。おい。徳島ボルティス。聞いてるか？お前ら何やってんだよ。なんだよ、あの強さは。ついに J1 昇格行きやがって。何なんだよ、お前らの強さは。もう一回お願いします。何なんだよ、お前らの強さは。忘れもしないよ。2019年、去年の2019シーズンの第35節。制限金沢対徳島ボルティス。俺は度肝を抜かれたよ。制限金沢は全く歯が立たなかったよ。何もできなかったよ。去年プレイオフ惜しかったな。確かにちょっと不利なレギュレーションではあるよな。それでもすごかったよ。去年でもかなり最強だったと思うよ。でも何なんだよ今年の強さは。なあ徳島ボルティス、お前らの強さの秘密は攻撃、守備、全てにおいて変幻自在なことだよ。いろんなパターン持ってるよな。ビルドアップ、プレッシング、全部連動高いよな。俺6月に J2 の試合が再開される前に一回動画作ったんだよ。徳島ボルティスが強すぎるかもしれないっていう動画を作ったんだよ。みんな見てくれてありがとう。おかげで1万2000再生いったよ。強いよな、お前ら。でも、順風満帆じゃなかったよな。2018シーズン、リカルド2年目、かなり苦しんだらしいな。それがあっての今だよな。俺、徳島ボルティスが強すぎるかもしれない動画を作った時に、きっと今シーズン、昇格するだろう。優勝も夢じゃないって言ったよ。ただまさかそうなるとは本当に思わなかったよ。本当にすげえよお前らは。理科賞ようやくここまで来ましたね。できれば来シーズンもいてください。岩尾さん、5年目、ほんと長かったね。辛かったね。あなたたち二人の抱擁を見てたら、すげえ俺涙がこぼれてきたよ。感動したな。なあ、徳島。徳島ボルティス。J2 降格しないでくれよ。頼むぞ。お前らがいると、お前らみたいな J2 レベルをとっくに超えてる選手たちが、監督たちが、スタッフが、サポーターがいると、制限金沢と松本山川はいつまで経っても昇格できないんだよ。なあ徳島ボルティス、J1 残留してくれ。頼むぞ。っていうか俺トップハーフも夢じゃないと思ってるよ。二度と落ちてくんなよ。それじゃ。J1 行きたい。J1 行きたい。J1 行きたい。